中明子です。今日は、愛されデートメイクをやっていきたいと思います。まず、ポール&ジョークリーミーチークパウダー、これクリームチークになってるんですけど、これをのせていきます。でチークを伸ばしていくと可愛らしい感じになると思います。次は、アルマーニのマイクロフィルルスパウダーをつけていきます。まずアイシャドウベースなんですけど、ポール&ジョーアイグロスデュオ、こちらを使っていきます。アイシャドウベース、今度はパウダーを塗っていきます。シャネルの、リバティを塗っていきます。マックのアイシャドウ、色はエラを使っていきます。影をつけた感じで塗っていっています。こんな感じです。次にインテグレートのアイライナーペンシルを使っていきます。こちらはブラウンを使っていきます。少し目の下の際にも、アイラインを入れて、笑った時に可愛らしい印象にしています。ではアイラインを引いていきます。Kパレットのブラウンのリキッドアイライナーで引いていきます。目頭の方までしっかりと引いていきます。じゃあ続けてアイシャドウを塗っていきます。こちらはケイトのアイシャドウを使っていきます。ブラウンだけ塗るとこんな感じです。次は、コスメデコルテのアイシャドウを使ってグラデーションをつけていきます。はい、アイシャドウ完成です。では次はまつげをやっていきます。資生堂のビューラーを使っていきます。マスカラは、高野由里のスーパーロングラッシュマスカラをつけていきます。
感じです。ではデート用の、目尻用のつけまつげをつけていきます。これは普通のつけまつげを、ハサミで自分の好きな長さにカットをして作ったカスタムした、つけまつげになります。自分の目のラインよりも少しオーバー気味につけるのがポイントです。こんな感じです。では眉毛はインテグレートのアイブロウを使っていきます。マキアージュの、アイブロウを続けてつけていきます。ブラシで全体的になじませていきます。はい、アイメイク完成です。どうですか？両方完成しました。続けて、チークを塗っていきます。マックのピンクのアイ、チークをつけていきます。リップラインはコンシーラーで、消していきます。ローラメルシェのコンシーラーを使っていきます。口紅は高野ゆりの、ピンクのリップを塗っていきます。最後にグロスで仕上げていきます。グロスはマキアージュのオレンジのグロスをつけていきます。これでメイクが完成しました。